ーザードロン早く見たいな。今日の花火は間違いなく最高だよ。みんなびっくりするぞ。汚い、臭い、ゴミの山。ひどいこと言うな。でもこれは本当のこと、事実です。うわ、なんなのこのゴミ。大好物のジャンボサンドガブッとかぶりついて。大きすぎる。まあでも美味しいんだよこれが。美味しい？何が美味しいの？気持ち悪くなっちゃうよ。市長、あんまりじゃないですか。こういうの法律違反じゃないの？なんてことだ。みんなでジャンボサンドをけなして。わかりました、もう食べません。ゴミのこと言ってるんだよ。あ、というとジャンボサンドは関係ない？これどうするつもりなんです？どうすると言われても、それより今はジャンボサンドが。そんなのどうでもいいの。それよりゴミ。ああ、そう言われても清掃局がストライキをしているのは私のせいではありません。でも町を清潔に保つのが市長の役目でしょう。残念ですがどうにもできません。ヘリコプターがある。ゴミを捨てる場所、空から探したらいい。そうだよ、途中でジャンボサンドも買えるし。そうか、それは明暗だ。捨て場所早く見つけないと、花火大会今日なのに。花火大会忘れてた。レーザードローン作るの手伝う約束してたんだ。今日の花火大会はすごいよ。今まで誰も見たこともないようなやつ。待て、私は勇者ラビンホップなり。何者だ？僕ペコラ。これはロボペコラ。ラビンホップの聖なる領土に侵入するな。ごめん、公園だと思ってた。では決闘だ。あ、ラビン、くらえ。悪者め、その夫人を放せ。ラビン。ああ、ゲームやってたんだ。ただのゲームじゃないよ。勇者ラビンホップ対ヴィラネーターの戦い。レベル1、ヴィラネーターが聖なる空飛ぶ馬を盗む。レベル2、ヴィラネーターが美しい娘を連れ去る。助けて、助けて。レベル3、ヴィラネーターが勇者ラビンホップの王国を襲撃しようと企てる。ほうほうほう。次はどうなるの？わかんない。そこでいつもやられちゃうんだよね。うわぁ、スーパーヒーローゲームうまいんだ。ラビならラビンホップにぴったり。勇気があって強くてかっこいいし。嘘、本当？そのゲーム僕にダウンロードすれば僕が悪役になる。そうだ、そうしようよ。それはどうだろう。何かまずいことが起きたら。どんなまずいこと？今のって。我こそはピラネーター。邪悪なものの頂点に立つもの。ほんと、まさにピラネーター。かっこいい。これでラビヒーローになれるよ。僕が？なんで？嫌だ、絶対嫌だ。できない。できるよ。だってヴィラネーターが次に何するか全部わかってるんでしょ。それはそうだけど、これはゲームだし。ゲームだよ。現実にやるからもっと面白いの。ロボがヴィラネーターで、ラビがラビンホップ。僕はラビの味方ね。でも僕ヒーローなんかじゃない。今はね。控えろ控えろ。勇者ラビンホップの通りだ。正義と名誉の勇者。それと下がれ。我こそは勇者ラビンホップだ。このヒーローにできないことは一つもない。まあかっこいいこと。じゃあこのゴミをなんとかして。臭くて臭くて耐えられないわ。ほんと笑い事じゃないわよ。ヴィラネーターの怒りを受けてみよ。次はどうなるの？家に帰る。じゃなくてゲーム、何が起きるの？レベル1、ヴィラネーターが空飛ぶ馬を盗む。はい、よかった。空飛ぶ馬なんていないもん。うわ、いや、いるかも。空飛ぶ馬を見つけねば。ゴミを捨てる、ゴミ捨てる。あれにしとくか。ラビンホップはどうするの？敵に取られた馬を餌で釣って取り返す。うん。
12時の方向にジャンボさんと着陸用意。ジャンボサンドを救った功労をたたえ、ナイトの称号を授けます。私のヘリ、ジャンボサンドが戻ってきなさい、泥棒。何、アンチョビなし。ビラネーターが空飛ぶ馬を盗んじゃった場合はどうなるの？すぐ止めないと。レベル2、一番美しい娘を連れ去る。びっくりした、ロボペコラじゃないの。おばさんに何の用？空飛ぶ馬を盗んだ、次は城にお前を連れて行く。そんなのダメよ。だってあなた免許持ってるの？それにスピード出しすぎ、これじゃ危なくて見てられないわ。ちょっとどいてなさい、おばさんが安全な操縦のお手本見せてあげる。よう、どうした？何してんの？ミラネーターが聖なる空飛ぶ馬を盗んで、美しい娘が連れ去られちゃったから、ラビが助けに行くんだよ。ラビが誰かを助ける？ありえないよね。よくちゃおばさんを娘だと思ってさらってった。ラビ、その娘を離せ、ピラネータ。ほら、こういうのがやっちゃいけない危ない乗り方の見本よ。ラビは今動いているヘリコプターに飛び乗ったでしょ。その上、シートベルトもしてない。悪いけど、あなたは降りてもらうわよ、ラビ。さようなら。まったく、次レベル2だ。敵は自分の城へ戻った。それって、どこにあるの？普通は丘の上の怪しい機械とかあるところだけど。ドクターチューの研究所！下がらくてもくな、これなら私の城へ連れて行く。重たい。はいはい、分かったけど、ちゃんとしっかり持って、もっと足を使って、おばさんが見せてあげる。いい？悪いやつの役をやりたいんだったら体力つけて強くならなきゃ。だからおばさんが今栄養たっぷりのスープ作ってあげるわね。レベル3、ビラネーターが攻撃を仕掛ける。攻撃って？ほうほう、原子力ビームで町を破壊するんだよ。それでロボペコラ、これからどうしたいの？これから世界を支配する。でもどうやって？ちゃんと計画を立てなくちゃ。世界を支配するって大変よ。レーザートロンを使うのだ。レーザートロン、どうしよう。大丈夫、ただのレーザー光線だから、そんなに危なくないよ。ゲームでは次どうなるの？わかんない、レベル4なんてやったことないもん。その前にやられて。そう、ここでやられる。ロボペコラを止めないとキューブタウンがめちゃめちゃになっちゃうよ。なんとかしてよ。そんな、ウサギには無理。ウサギじゃない、ヒーローだよ。みんなラビだけが頼りなんだ。本当？僕だけが頼り？みんな？よし、やるぞ。ヒーローになってやる。勝つ方法もあるぞ。どういう方法？ドラゴンを呼ぶの？決闘やるの？いや、ゲームのマザーボードを見てレベル4を覗くの。つまり、ズル？わかった。何？ラビンホップは敵のパワーを打ち負かし勝利する。パワーを打ち負かす？それどうやるの？ラビン、光が見えた。うわぁ、それ魔法の光か何か？違う、灯台の光。準備 OK。 コンピューター最大パワーまで上げます。これはどういうことだ？コンピューターをいくら操作してもターゲットに当たらない。狙う方向を変えといたのよ。ゴミにしか当たらないわよ。なんで、どうやってそんなこと？簡単よ。子供がやってるゲームぐらいおばさんすぐできちゃうわ。嘘。覚悟しろ。
さあこれでどうだビラネーター、ラビーン。よくも知らない間に。前かがみはダメ、姿勢が悪くなるわよ。あれ見て、花火が始まった。おお。さあさあ、もう十分楽しんだでしょ。寝る時間よ。非常に悔しい。やったねラビ、勝ったよ。ラビは本物のヒーローだ。そう、花火もすごく綺麗。本当、それにほらゴミも綺麗に消えちゃった。でもどうして、なんで僕勝てたの。